中日ドラゴンズ2軍で内野手2人が猛アピールを見せておりまして、1軍昇格の可能性について分析していきます。現在中日ドラゴンズは1軍で内野手が1人なかなか決まらないという課題があります。外野手に関しては大島選手、岡林選手、そして細川選手、この3人である程度固まってきました。もともとファースト本職でなかった細川選手が最近は外野を守ることが多くなってきています。一方内野に関しては福永選手、村松選手、石川選手、この3人がある程度固まってきたという状況ですね。石川選手に関しましては怪我の状態もあってサードでのミスっていうのが結構多かったので、最近はファーストを守ることが増えてきていますね。将来的にはサードということを立浪監督も明言していますけれども、怪我の状態で守備範囲とかも含めてしばらくはファーストと。そうなってくるとショートにデューク選手を入れるか、もしくはサードに高橋選手を入れるか、ほぼこの2択になっている状態なんですね。なんですけれども、リューク選手も高橋周平選手も守備は一定の評価がある一方で、バッティングがなかなか調子上がってこず、打率が1割台で打線のウィークポイントということになってしまっています。そんな中、2軍で好調の内野手が2人おりまして、この2人の1軍昇格の可能性を見ていきます。2軍で好調の内野手1人目が石垣選手ですね。今シーズン中も1軍昇格あったんですけれども、1打席のみフォアボールのみで降格ということになっています。2軍では打率が3割8厘、2塁打2本、ホームランが2本、出塁率3割5分7厘、OPS が 0.819 という数字になっています。ここまで課題としてはやっぱり三振率が高い、なかなか確実性が上がってこないというところではあったんですけれども、2軍で見てみると三振率も 10% 台、大体 17% ぐらいですね、確実性っていうのは課題とされてきましたけれども、結構上がってきているのかなという印象ですね。そしてファームではショート、セカンド、サードなんかを守っています。一軍でショートを守らせるっていうのは、少し守備に不安あるかもしれないですけれども、セカンドは上手な選手ですし、サードも無難にこなせると思いますから、内野のバックアップ兼代打としても、調子が良ければスタメンとしても起用できる選手ですから、かなり貴重な存在になってくるかなと思います。続いてもう一人、あのベテラン選手、好調と、こちらも見ていきます。二人目、調子を上げている内野手か、堂上選手ですね。2軍でも開幕から思うような結果がなかなか残せておらず、結構厳しいぞというような状況でした。しかし最近は調子を上げてきて、トータルの数字で見ても結構いい成績になってきました。打率が2割6分8厘、2塁打6本、3塁打が1本、出塁率3割1分6厘、 OPS が 0.696 という数字になっています。かなり状態としてはいい状態かなと思います。サードであればスタメンで出ても無難にこなせるとは思います。ショートであったりセカンドも守ってはいますけれども、やっぱり一軍でスタメンでもし出るっていうことになると、メインはサードになってくるのかなという感じですね。ただ立浪監督が今シーズンはもう若手を使っていくっていう方針を明言しているので、正直堂上選手がここから一軍昇格してスタメンとかで継続的に起用される可能性っていうのは結構低いのかなという状態ではあると思います。なので現実的な昇格候補としてはやっぱり石垣選手が最有力かなという状態ですね。以上です。